なんで真実でこうでもいいですかね、始めさせていただきます。では本日初参加いただきましたドナルドさんです。こんにちは。こんにちは。あ、いいですね、盛り上がっていいですね。はい、ということでここまで順調に勝ち上がってきましたけれども、いやいやいや、見たところかなり蹴れてらっしゃ、いましたよ。蹴れてるのはこの超身長の元ホッケー部の。ホッケー部？あ、ホッケー部なんだ。確かに振る相手ちゃんと振るから。なるほど。このこういって流してみたいな。ドナルドさんのこのチーム名の由来は、ですね、はい、11月7日にですね、はい、出ようとしてたんですけど、まさかの予約漏れしてしまって、申し訳ございません。キャンセル待ちの仕方を分からず、はい、前日まで知らなくて、俺入金したよなと思って、で一応電話かけたら、なんか未確認の入金がありましてっていう電話をされて、じゃあ28に回してお願いしますっていうことで今回出させていただきました。ドナルドさんの由来をずれた。それをやってる時に、はい、なるほど、名前どうしようかってことになって、ええ、ちょっとですね、その時このチームに小野ってキーパーが、あ、なるほど、その小野さんちょっと今いないんです。あ、いないんですね。そのキーパーの隣のパソコンでちょっと入力をしよう。その時にこうガチャって広げたら、ええ、ドナルドが映ってるうちわがあって、ドナルドでいいじゃん。でいいじゃんっていい、まあいいじゃないですか。ものすごい安易な特に思い入れがあるわけでもないわけ。ないです。なるほどです。ちなみに別なチームさんでも出られてます。はい。別っていうか IGR にして出ました。ああ、そうですよね。それで、まあ、今回これは同じ職場の人たちで。ああ、そうなんですね、はい。今ちょうど構成を聞こうと思ってました。職場が一緒なんですか。はい、結構会社、今までは会社で出てたんですけど、はい、今度は職場で出ようと。あー、なるほど。年齢層もバラバラですか。一番上が何歳ですか。10歳から一番下が18です。まで一番上が37歳ぐらいです。で、構成人数7名な、7名マックス7名マックス7名まあでもこれマックス。あ、マックスです、はい、1名若干負傷してます。負傷じゃない、今いないこれマックスです。あ、でも7人ぐらいが一番試合出れて楽しいんじゃないですか。はい、うん、もうちょっと人数多いんで。なるほど。ということで、まあ、初参加で決勝まで来ましたけれども、まあ、順調な勝ち上がりで、ぜひ最後皆さんで意気込みを。あ、意気込みは早いです。ああ、そりゃそうですね、はい、ここに来てじゃあ主役登場ですね。で、はい、意気込みを意気込みをぜひ。じゃあ次の試合も、じゃあ決勝か、決勝も勝って優勝すると。おー、いい感じでまとまりました。ありがとうございます。ドナルドの皆さんでした。では決勝戦頑張ってください。ありがとうございます。